スカイラブは1973年から1979年まで地球を周回したアメリカ合衆国が初めて打ち上げた宇宙ステーションである。ラブはラボラトリーの略で直訳すると空の実験室であるように主として宇宙開発の基礎となる実験や地球観測や長時間の無重量環境を必要とするような自然科学や 科学技術の実験に使われた。この間、1973年5月から1974年2月に、ケけンドにわたって、宇宙飛行士が滞在し、アメリカの宇宙機関 NASA による、様々な研究や、太陽観測、システムの開発などが行われた。機体は、サターン5型ロケットの、第3弾 SE 部部を改造して製造され、 総重量は68.175トンであった。それぞれの飛行では、アポロ指令、機械船を搭載した、サターン5型より小型のサターン IB ロケットが、一度に3名の宇宙飛行士を送り届けた。最後の2回の飛行では、予備のアポロ宇宙船を乗せた、サターン IB が、地上に待機し、緊急時に、軌道上にいる飛行士を救出するのに備えていた。 機体は発射された直後からトラブルに見舞われた。微小隕石保護シールドが空気抵抗により機動実験室から脱落し、その結果2枚あった太陽電池のうちの1枚が引きちぎられ、残る1枚も展開できなくなった。これにより電源の大部分が奪われ、また強烈な太陽光からも機体を保護できなくなってしまった。一時は計画そのものの実行も危ぶまれたが、 第一次飛行の飛行士らは、史上初となる宇宙空間における修理作業を行い、大体の熱保護シールドを被せ引っかかっていた太陽電池を展開させるなどした結果、システムを回復させることに成功した。機体には、マルチスペクトルで太陽観測を行うアポロ搭載望遠鏡、二つのドッキング口を持つ複合ドッキングアダプター、船外活動用のハッチがついた、 秘密室、機動実験室、居住空間などが搭載されていた。電力は太陽電池とアポロ宇宙船の燃料電池から供給された。また、機体後部には巨大な廃棄物貯蔵タンクや、姿勢制御ロケットのための燃料タンク、放熱機などがあった。稼働中には、多数の科学実験が行われ、中でも太陽のコロナホールの存在は、スカイラブによって、 初めて確認された。地球資源実験装置群は、可視光線、赤外線、マイクロ波などを使用したセンサーで地球を観測し、データを記録した。さらに数千枚の写真が撮影され、また、人間の宇宙における滞在時間の記録は、ソビエト連邦のソユーズ11号の乗組員が、サルート1号で達成した23日間から、 スカイラブ4号の乗組員により84日間にまで更新された。スペースシャトルを使用して軌道を上昇させて修理し、改装して再使用する計画も立てられたが、シャトルの開発が遅れたためかなわなかった。機体は1979年に大気圏に再突入し、無数の破片に分解して西オーストラリア州に落下した。 スカイラブ以降の NASA の宇宙ステーション計画は、スペースラブ、シャトルミール計画、フリーダム宇宙ステーションなどによって継承された。スカイラブ2号が撮影した、スカイラブ本体、スカイラブ本体の接近画像。ハッセルブラッド射リ 70mm 形態カメラで、100mm レンズと s o 3 6 8クタクローム、中速フィルムを使用して撮影ロケット技術者。 ベルナー・フォン・ブラウンと SF 作家のアーサー・シー・クラーク及び他の友人宇宙飛行に対する初期の賛同者らは1960年代までに宇宙ステーションは宇宙開発の初期段階における重要なステップになるであろうと予想していた。ブラウンは1952年から1954年にかけ雑誌コリアーズで連載された人類は間もなく宇宙を征服する。 という題名の一連の感化的な記事の作成に参加していた。彼の構想は直径75メートルの巨大なリング型のステーションを回転させ、それによって人工重力を発生させるというものであった。また、それを軌道上で建設するためには重量6500トンの複数のスペースシャトルが必要になるとされた。 ステーションに滞在する80名の乗員の中には、望遠鏡を操作するための天文学者、地上の天候を予想するための気象学者、偵察活動を実行するための軍人などが含まれた。またブラウンは、将来的な月や火星への探査はこのステーションを拠点にして行われると予想した。その後トランジスター、太陽電池、遠隔測定法などが発達したことにより、 1950年代から1960年代初頭に、かけ、無人の人工衛星が雲の様子や、敵国の核兵器の開発の状況などを撮影して、地上に送ることが可能になった。これにより、蒸気の目的で巨大なステーションを建設することは、もはや不要になった。また、アメリカのアポロ計画も、ステーションを拠点に、 軌道上で月に向かう機体を製造するという方式は選択しなかった。一方で科学的目的においては一機のロケットで打ち上げられるようなより小型のステーションは依然として検討する価値を残していた。1959年、ブラウンはアメリカ陸軍弾道ミサイル局の開発実行部長として陸軍に彼のホライゾン計画の最終案を提出した。 同計画の最終目標は人間を月に送ることであり、これは間もなく当時設置が急がれていた NASA に引き継がれた。ガツ飛行計画に尽力する一方で、ブラウンはホライゾンの上段を使用して軌道実験室を建設する計画についても詳細を詰め、これが後にスカイラブの構想として使用されることになった。1960年代初頭には、 NASA の中枢部のいくつかの部門では、様々な宇宙ステーションの方式が検討されていた。研究では、サターン5型を使用して、拠点を打ち上げ、その後に飛行士を乗せた、アポロ司令、機械船を、サターン IB で打ち上げるか、あるいはタイタン2で、ジェミニ宇宙船を打ち上げる方式が、多くのものに注目されており、貨物物資が必要とされない場合においては、後者の方が、 はるかに経費が少なくて済んだ。提案の中には、二人か三人が滞在するアポロを基本にしたものや、四人が滞在しジェミニによって補給される小さな円筒形のものから、約五年の稼働期間で24人が滞在し、回転して重力を発生させる巨大なものまでが含まれていた。サターン5型の第三弾 s イブブを 友人の実験室として使用する研究案は1962年にダグラス・ヤクラフト社によって文書化された。国防総省と NASA は宇宙開発の多くの分野で密接な協力関係にあった。1963年9月、NASA と国防総省は宇宙ステーションの建設で協力することに合意した。一方で、 国防総省は独自の有人施設を要求し、同年12月には有人機動実験室計画を発表した。ムルは小型の宇宙ステーションで2名の搭乗員が大型の望遠鏡を使用して偵察写真を撮影することを主な目的としていた。このステーションはタイタン2の上段と同じ直径のもので、ジェミニを改造した宇宙船を上に乗せ、 友人で発射されることになっていた。また宇宙船の底には耐熱保護板をくり抜いてハッチが設けられており、飛行士らはそこを通ってステージョンに移動した。モルは次の5カ年の予算の獲得を NASA と競合し、政治家や他の役人らはしばしば NASA がモル計画に参加するか、あるいは国防総省の設計を使用するよう提案した。軍事計画の都合上、 モルトに通ったものにならなくなるようにするため、NASA 案には変更が加えられた。NASA 上層部は仮に月面着陸が計画通り1969年に達成されたら、その後アポロ計画に関わった40万人の労働者が失われる事態になりうることを懸念していた。1960年代を通して NASA のマーシャル宇宙飛行センターの長官だった。 コン・ブラウンは彼の大型宇宙ステーション案が却下された後、より小さなステーションを建設することを主張した。その理由は、サターンロケットの開発がアポロ計画の中では比較的早く完了してしまうことになるため、開発に携わった関係者らにロケット開発の先に労働の機会を与えることをブラウンが望んだためであった。NASA はアポロ補給システム研究室を立ち上げた。 同研究室の当初の目的は、アポロの機器を科学的な計画のために改良する様々な方法を研究することであり、2機のサターン5型ロケットの発射が必要とされる月面延長滞在計画、月着陸船を基礎にした月面トラック、着陸船を乗員室として使用する大型の有人対応、望遠鏡、着陸船や指令、機械船を基礎に、 様々な機器を使用した小型の宇宙ステーションなどの科学的研究に直結するいくつかの計画が提案された。当初これらの研究は宇宙ステーションには特に注目してはいなかったが、1965年8月に研究室はアポロ応用計画と名称が改められ、次の2年間でこの役割にますます専念することになった。 1964年8月、ジョンソン宇宙センターはその全般的な業務の一部として、アポロ拡張計画として知られる使い捨て式の実験室の案を提示した。アポロ X では、SE 部分の上に搭載される着陸船がアポロ宇宙船の機械船の部分によりも、わずかに大きい小型の宇宙ステーションに置き換えられることになっていた。またその内部には、 15日から45日間の飛行で必要とされる消耗品や実験機器が搭載された。この研究を基礎として次の6ヶ月間にいくつかの異なる飛行の概要が検討された。フォン・ブラウンが描いたサターン5型の上段を改造した宇宙ステーションの下へ。1964年1964年11月、フォン・ブラウンは サターン5型ロケットの第2弾 S2 を使用して、はるかに大型のステーションを建設するという、より野心的な提案をした。彼のプランでは、第3弾 SE 部,部は、核壁に置き換えられていた。この核壁は、主としてその上に搭載される、指令、機械船との接続部として使用され、またその内部には、直径3メートルの円筒形の装置部があった。 軌道に到達すると S2 はタンクの中に残った燃料の液体水素をすべて放出し、その後装置部が大きな点検ハッチを通して液体水素タンクの中にスライドしてステーション全体の背骨を構成するようになっていた。また装置部と外壁の間の空間は幅10.1高さ13.7メートルという非常に大きな居住区画となった。 この構想は使用中の燃料タンクを改造するというものであったため、湿式作業室方式として知られるようになった。また電力は S2 の外壁に貼り付けられた太陽電池から供給されることになっていた。この案の問題の一つは、ステーションを打ち上げるために専用のサターン5型ロケットが必要になるということであった。この提案がなされた当時、 月面着陸を成功させるためには当時製造が契約されていたサターン後のうちの何機が必要になるのかが明らかになっていなかった。その後着陸船や指令、機械船の試験のために予定されていた地球周回飛行のいくつかが中止されたことで数機のサターン IB が使用可能になり、さらなる検討作業が重ねられた結果、サターン IB の第2弾として発射される S 水部部を 基礎にして、より小型の、湿式作業室を作るというアイデアが生み出された。s イブ部をベースにしたステーションは、1965年の中場以降マーシャル宇宙センターで、いくつかの案が検討され、これらは、最終的に実現された、スカイラブの姿とかなり似通ったものとなっていた。それによれば液体水素タンク上部の、本来は、月着陸船が格納される部分には、 機密扉が設けられ、またタンク内部にも燃料の総量を大きく減ずることのないよう最小限の機器が設置された。内部の床は燃料が通過できるように金属製の細かい枠組みで作られた。さらに本体が発射された後、太陽電池、装置部、ドッキング機構、様々な実験装置など追加の設備をサターン IB が送り届けることになっていた。 S, s イブブの製造企業であるダグラスエアクラフト社はこれらの線に沿って提案を準備するよう依頼された。同社はサターンイ型ロケットの第二弾 S4 が s イブブに置き換えられる数年前からすでに S4 を元にしたいくつかのステーションの案を提出していた。初期の失式作業室型スカイラブ九百六十六年四月一日マーシャル宇宙センターはダグラス グラマン、マクドネル社に対し、使用済みサターム s イブブ実験補助区画の名称で、使用済みの s イブブを改造することに関する契約書を送付した。宇宙飛行士らは5月、宇宙空間で水素タンクを空にすることへの懸念を表明したが、7月の下旬には、機動作業室が、アポロ計画 AS-209 の飛行の一部として発射されることが発表された。 AS-209 は元来、指令、機械船を地球周回軌道で試験する飛行の一つで、あり、2機のサタンアイ型で指令、機械船と飛行士を打ち上げるアップマイナス1と、アップマイナス2がこれに続くことになっていた。モルは依然として、アポロ応用計画と予算の獲得を競争し合っていたが、一方で2つの計画は、技術面で協力関係にもあった。 NASA は実験機器をモルに搭載して飛行させることや、高価なサターン IB の代わりにタイタンファイクロケットを使用することも考慮していたが、関係機関は空軍案のステーションは大きさが不十分であり、またアポロの機器をタイタン用に改造するのは時間と費用がかかりすぎると判断したため、1969年6月、国防総省はモル計画を破棄した。 設計作業はその後2年にわたって続けられたが、この頃は NASA の予算が削減される時期に当たっていた。1967年8月、官邸機関はアポロ応用計画で審査されていた月面地図の作成や月面基地の建設計画がキャンセルされたことを発表した。残されたのは地球周回計画、すなわち軌道作業室とアポロ搭載望遠鏡による 太陽観測のみであった。1968年12月、サターン5型の3度目の飛行でアポロ8号が成功したことにより、サターン5の1機で観式作業室を打ち上げる余裕が出てきた。その後、本来はアポロ18号から20号となる予定だった月飛行が同様にキャンセルされたため、3機のサターン5をアポロ応用計画に回す余裕ができた。これにより、 ブラウン博士のもともとの案だった第2弾 S2 を基礎にしたステーションを開発することが可能になったはずだがこの頃にはすでに S4 を元にした設計に関して多くの作業がこの基本線に沿って続けられていた余分な力が利用可能になったことで湿式作業室はもはや必要がなくなったサターン5の第1弾 SIC と第2弾 S2 は内装がすでに準備された 関式作業室を軌道に直接打ち上げることが可能だったのである。アポロ宇宙船とドッキングしたスカイラブの解剖図関式作業室方式を選択したことはステーション内部の設計の簡略化につながった。工業デザイン企業のレモンドローウィやウィリアム・スネースらは飛行士の食事や休養のために、例えば戦艦の上級士官室のような空間を提供したり、 地球や宇宙を眺めるための窓を設けたりすることで、居住性や快適性を強調することを推奨したが、一方で、スカイラブ計画に参加していた飛行士らは、デザイナーたちが、船内の配色などのようなものにまで焦点を当てたり、することには、会議的だった。スカイラブ以前の宇宙船は、船内は狭く飛行時間も短かったため、 宇宙船を設計する際において居住性に関心が払われることはなかったが、スカイラブの飛行は数ヶ月も続くことが予定された。そのため NASA は1969年の7月と8月にメキシコ湾流の中を潜水艇で航海するというジャック・ピカールのベン・フランクリン計画に科学者を派遣し、6人の人間が閉鎖された空間の中で、 どのようにして4週間も生活するのかを学ぼうとした。飛行士たちは映画を見たりゲームをするための遊戯室を設置するという提案には興味を示さなかったが、読書や音楽の視聴ができるようにすることは要求した。食事もまた重要な項目で初期のアポロの登場員らはその品質に不満を述べていた。また NASA のボランティアが地上で4日間、 アポロの食事で生活してみたところ、その味や中身、また固形食にしたりチューブから絞り出したりするという、形式は、不愉快で耐えられるものではないということが分かった。その点スカイラブの食事は、科学的要求よりも食べやすさの方を優先させたため、それ以前のものよりも大幅に改善された。各飛行士にはカーテン、寝袋、ロッカーがついた。 小さなクローゼットほどの個室が与えられた。設計者はまたシャワーやトイレも設置した。特に校舎は快適性を追求し、地上で検査するための尿や瓶のサンプルを正確に採取できるようにした。最も緊急を要するような状況に陥った場合にも飛行士を救出することは可能で、ステーションが深刻な損傷を負った際には、飛行士は、 アポロ宇宙船を使用して速やかに地球に帰還した。もし宇宙船が故障した場合には、次のスカイラブの飛行で使用される、サターン IB が2名の飛行士を登場させた、アポロ宇宙船を打ち上げ、ステーションにいる飛行士を救出することになっていた。またスカイラブには、生存物資が十分に貯蔵されていたため、救出を待つため数週間以上にわたって留まることが、可能だった。 スカイラブを搭載した改造型サターン5型ロケットの発射1969年8月8日、マクドネルダグラス社は現存していた2機の s イ v 部を機動実験室の仕様に改造する業務の契約を獲得した。1970年1月、S4 実験機の1機が実物大模型製作のためマクドネル社に搬送された。同年2月、機動実験室は NASA の公募で改めてスカイラブと命名された。実際に打ち上げられた機体は AS-212 ロケットの上段で使用される予定のものだった。スカイラブに搭載されたコンピューターは IBM 製のシステム 4πTC-1 と呼ばれるものでスペースシャトルに搭載された AP-101 と同系統のものだった。サターン5はもともとは アポロ計画のために作られたものだが、アポロ18、19、20号がキャンセルされたことで、スカイラブの打ち上げという新たな目標が設定され、再設計が施された。なお、上段部分は取り除かれたが、ロケットの誘導装置は本来の場所にそのまま置かれた。1973年5月14日、 スカイラブは改造されたサターン号によって打ち上げられた。この発射が通常スカイラブ1号と呼ばれるものである。発射から軌道到達に至るまでの過程では深刻なトラブルが発生した。機体を微小隕石や太陽光から保護するためのシールドが空気抵抗で脱落し、2つあった太陽電池板の1つがもぎ取られたのである。残った。 もう一つの太陽電池板には脱落したシールドの破片が絡みつき、展開できなくなった。その結果ステーションは深刻な電力不足に陥り、問題は複雑化した。スカイラブの発射の後、ケネリ宇宙センター第39発射施設の A 発射台は閉鎖され、1979年3月に予定されていたスペースシャトルの処女飛行に向けて、 改造作業が行われた。スカイラブの有人飛行は、この後39バイト発射台から行われることになった。軌道を飛行中のスカイラブ、ドッキング口が見える。1973年1973年8月21日に、スカイラブが記録した、太陽公園スカイラブでは3回の有人飛行が行われ、それぞれ SL-2、SL-3、SL SL-4 の名称が与えられた。初の有人飛行 SL-2 は1973年5月25日にサターン IB で発射され、広範な修理作業が行われた。太陽熱保護シールドが失われたことにより、船内は気温が上昇しプラスチック類が溶け始め、有毒ガスが充満していた。 飛行士らは機材放出口から傘に似た日よけを出して展開させ、船内の温度を適切なレベルにまで下げることに成功した。この解決策は NASA でミスターシューリアとあだ名されていたジャック・キンズラーが考え出したものだった。キンズラーはこの貢献により NASA の功労賞を受賞した。飛行士らは28日間にわたって滞在し、 二回の船外活動で引っかかっていた太陽電池を展開させるなどのさらなる修理作業を行った。後続の飛行は1973年7月28日と11月16日に行われ、滞在期間はそれぞれ59日と84日だった。最後の飛行士が地球に帰還したのは1974年2月8日のことであった。 スカイラブは、総計で171日と13時間に及ぶ3度の、有人飛行の間に地球を2476周、した。滞在日数は、スカイラブ2号が28日、スカイラブ3号が56日、スカイラブ4号が84日で、どれも1971年6月30日に、ソ連のソユーズ11号の乗組員が、サルート1号で達成した。 23日間の人間の宇宙滞在記録を更新した。この間飛行士らは10回のエヴァを実施し、その総活動時間は42時間16分だった。また、約2000時間に及ぶ科学と医療の実験を行い、12万7千枚の太陽の写真と4万6千枚の地球の写真を撮った。太陽観測実験では8回の太陽フレアの写真が撮影され、 有益な結果を出した。コロナホールの存在はこれによって確認されたもので、科学者らはこれらは無人の宇宙機では得ることは不可能だったであろうと述べた。実験の多くは長期間の微小重力への飛行士の適合性を調査するために行われた。船外活動をするオーウェン・ギャリオット飛行士。百七十三年1日は通常、米中部標準時の午前六時に始まった。 トイレは小さくうるさかったが、宇宙開発初期の頃の粗末な収集式のトイレを経験したことのあるベテランや、あるいは新人たちも不満は述べなかった。最初の頃は飛行士らは1週間に一度シャワーを浴びたが、無重力状態の中で体を拭いたり余分な水滴を吸引して集めたりするのは困難であることが分かったため、後には シャワーの代わりに1日に一度濡れタオルで体を拭くようになった。また、無重力の中で靴下を履いたり靴紐を結ぶために体を曲げると腹筋に大きな負担がかかることも判明した。朝食は午前7時に予定されていた。無重力状態で座った姿勢をとることも、また腹筋に負担をかけることが分かったので、飛行士らは立った姿勢で食事した。食事は アポロの頃よりは大幅に改善されていたが、味が薄く、内容もマンネリだと報告された。また、無重力の中で食事をすると、食器や容器や食べ物の欠片が漂い出してしまうことがあった。さらに、水を飲む時に一緒に空気を飲み込むと、放飛の原因になった。朝食後には、昼食の準備、実験、試験、船体の修理などを行い、 可能であれば90分間の身体運動などもした。船内には自転車などの運動器具もあり、また内壁の水タンクの上を歩いたりすることもできた。午後6時にスケジュールされている夕食の後は、飛行士らは家事や翌日の実験の準備などをした。1日の業務指示はテレタイプ端末で地上から送られてきて、時にはその長さは15メートルにも達した。飛行士らは 睡眠時間を削らなければならなくなるほど忙しくなることもよくあった。スカイラブの飛行はどれも人間の宇宙滞在時間の記録を更新した。後の研究でステーションには十分な個室がありプライバシーも守られていたことから飛行士にとって極めて満足のいく居住及び作業環境だったと評された。船内には本や音楽プレイヤーに加えダーツや トランプなどの娯楽用具もあったが、飛行士にとっては窓から地球を眺めるのが最も好まれたリラックス法だった。最も有名な実験の概要を渦に最も有名な実験の概要を示す。スカイラブ3号はこれ以外にも、古法テク彗星の観測など、さらにいくつかの実験を行っている。4号から撮影された、離れゆく、スカイラブ。 1974年2月スカイラブは1974年2月に4号の飛行が終了した後放棄されたが、いつでも飛行士を受け入れられる、要必要物資はそのままに置かれ、ハッチは閉鎖されなかった。NASA は対応年数を考慮し、これ以上ラブを利用することについて、一切検討することを避けていた。一方で当時は1979年までに、 スペースシャトルが運用可能になると依然として信じられていたため、政府は1977年と1978年にスカイラブの再利用について2つの研究を実施した。1978年9月までは、当局は主要な機器は依然として運用可能であり、安全に飛行士を受け入れることができると考えていた。 そこにはまだ180日コースの水と4 2 0日コースの酸素があり、さらに飛行士が補充することもできた。また、約600から700日コースの飲料水と4 2 0日コースまでの食料を貯蔵することが可能だった。研究では、スカイラブを再利用することの利点がいくつか挙げられており、あるものは、その、 長期間の宇宙飛行のための独特な重環境の提供源ゆえに数億ドルに値する資源と呼んだ。アポロ計画の終了以降、運用可能なサターン5はもはや入手できなくなったため、その350立方メートルという規模に匹敵するステーションをもう一基建設するためにはシャトルを4機から5機飛ばし、大掛かりな宇宙建設を行うことが必要とされた。 スカイラブのサイズは、シャトルとスペースラブを合わせたものよりも、はるかに大きく、いくらか、手を施しただけで男女7名までの飛行士を受け入れ、長期間の宇宙飛行に必要な実験を行うことが、十分可能になり、さらには、レクリエーションのための映画鑑賞用装置を持ち込む、ことさえできたのである。スカイラブ再利用を主張する、者たちはまた、ラブを修理し改良することは、 将来的なステーション建設の際、長期間宇宙環境にさらされることの結果についての情報を提供することになると主張した。再起動させる上での最も深刻な問題は、正しい軌道に復帰させることだった。ジャイロスコープの一つはすでに故障しており、姿勢制御装置は燃料を補給する必要があった。それらの問題は、 機材を修理したり置き換えたりするためにはエバが必要とされたが、スカイラブは大掛かりな再補給ができるようには設計されていなかった。一方で元々乗組員は予定では限られたメンテナンスだけをすることになっていたものの、SL-2 では太陽電池板を展開させたり、SL-4 では主冷却パイプを修理するなど、エバで大掛かりな修理をすることに成功していた。 SL-2 の飛行士などは、エヴァの際、ある装置を彼らの言うところによれば、ハンマーでぶん殴って、修理をしていた。研究の中にはまた、宇宙建設やメンテナンスの経験を得る機会ということ、以上に、スカイラブを再起動させることで、スペースシャトルの飛行を他の目的のために解放することが可能になり、またシャトルを長期飛行用に改造する必要も、なくなると主張するものもあった。 また仮に、ラブが再び友人になることがなかったとしても、ある主張によれば、それは、有益な実験基地として機能するとされた。スカイラブによる、軌道再上昇の概念図スカイラブの再起動は、以下の4段階の手順で行われるものと考えられた。スペースシャトル計画初期の飛行で軌道を上昇させ、運用年数を5年間延長させる。当初は、 シャトル本体がラブを推進、または牽引することになっていたが、飛行士たちを訓練した結果、遠隔回収装置と呼ばれる推進装置を取り付ける方がより現実味があると判断された。機器の設計は、マーティン・マリエッタ社が2600万ドルで入札した。TRS は、テレビカメラが搭載された遠隔操作式のロケットで、3トンの燃料が積み込まれ、宇宙での建設作業や、 シャトルが到達できないような高度にある衛星を補修したり回収するような任務を行うために設計されている。またスカイラブを補修した後も将来的な用途のために軌道上に残り、ラブを軌道から離脱させ大気圏再突入で安全に破壊するために使用することもできた。シャトルの2回の飛行でスカイラブを補修する。1982年1月。 1> 第1回目の飛行でドッキング装置を接続し修理を行う。1983年8月第2回目の飛行で宇宙飛行士がいくつかの機器を置き換える。1984年3月シャトルの飛行士が太陽電池を電源とする電力拡張機器を取り付け化学機器を改装しアポロ搭載望遠鏡と 地球資源実験装置を使用して30日から90日の飛行を行う。以後5年にわたり、新しい大型のドッキング区画、追加の物資貯蔵区画、宇宙実験室や機材パレット、スペースシャトルの外部燃料タンクを使用した宇宙ドックを取り付けるなど、6名から8名の飛行士を収容できるようにするための拡張作業が続けられる。最初の3つの段階を行うためには、 発射コストを含まなかったとしても1980年代、当時の貨幣価値で6000万ドルが必要とされた。NASA によるスカイラブの大気圏再突入位置及び破片の最終落下地点を予測した、正距円筒図法の地形図 SL-4 は1974年にスカイラブから離脱する際、機械船の主エンジンを使用して、軌道を 10.9km 上昇させた。 ラブは近地点 433km、遠地点 455km の大気軌道に残ったが、これは1976年から始まる11年間の太陽活動周期を考慮に入れると、少なくとも1980年代初頭には軌道から外れるものと予想されていた。NASA はすでに1962年の段階で宇宙ステーションが大気圏に落下する、 危険性を予測していたが、コストとリスクの関係を考慮し、スカイラブには逆噴射システムを搭載させていなかった。1973年にスカイラブを打ち上げた、サターン5型ロケットの第2弾 S2 は少なくとも2年間起動場にとどまっていたが、1975年1月11日に大気圏に再突入した。残骸の一部は北、大西洋に落下し、 その中で最も大きかったのは J-2 ロケットエンジンだったと考えられている。この出来事はマスコミからほとんど注目されず世間の関心を集めることもなかったが、落下の状況は NASA と空軍によって詳しく観測され、スカイラブの落下への対処を進めることと人々に注意を向けさせることの必要性が再認識される一端となった。スカイラブが捉えた太陽の姿イギリスの 王立航空機関の数学者、デスモンド・キング兵では、太陽活動が活発化することにより、スカイラブは軌道を外れ地球に激突することになると予測した。NASA は当初これを否定していたが、デスモンドの計算結果を検討した後これを受け入れた。その後太陽活動は予想よりも活発になり、その結果地球の大気圏上層部が温められ、 スカイラブにかかる空気抵抗が増加した。1977年の終わりまでに北アメリカ航空宇宙防衛司令部は再突入は1979年の半ば頃になると正確に予想していた。アメリカ海洋大気庁の科学者らは NASA が20世紀で2番目に活発になる太陽黒点の発生周期について不正確なモデルを使用し1976年に 公表された海洋大気庁の予想を無視したことを批判した。1978年1月、原子力を電源とするソ連のコスモス954号が大気圏に再突入し、放射性物質がカナダ北部に落下したことにより、スカイラブの落下の問題がにわかに注目を浴びることになった。スカイラブは放射性物質は一切使用していなかったが、国務省は 宇宙船の残骸が他国に落下することの外交的影響について NASA に警告した。戦争記念研究所は25トンに及ぶ金属製の残骸が500以上の破片に分かれ、長さ 6400km 幅 1600km 以上の範囲に落下すると予想した。鉛で裏張りされたフィルムの保管箱などはそのままの状態で、 時速 120km で地面に激突する可能性があった。1978年3月、地上管制室は再びスカイラブとの通信を復活させ、船内の電池を再充電させた。NASA は1978年の1年間を蒸気シャトル飛行計画の軌道を上昇させる計画の実現に向けて取り組んでおり、TRS もほとんど完成していたのだが、 シャトルの発射が間に合わないことが明らかになったため関係機関は同年12月にこの計画を中止した。スペースシャトル第1号機 STS-1 が発射されたのは1981年4月のことであった。またこの時放棄された案の中には1機か2機の無人ロケットを使って TRS を発射するということの他にミサイルでラブを破壊するというものもあった。 スカイラブの落下は国際的なメディアの関心事となり T シャツや帽子が売られ落下の時間や場所が賭けの対象となり毎晩のニュース番組で取り上げられたサンフランシスコエグザミナー氏は同社のオフィスに最初にスカイラブの破片を持ってきたものに1万ドルの賞金を出すと申し出、ライバル社のサンフランシスコクロニクルは同氏の高読者で体や財産に損害を負ったものに20万ドルを 出すと言った。NASA はラブの破片が人体に当たる確率は152分の1で、それを世界の人口40億人でかけると、誰か特定の人間を直撃する確率は6000億分の1であると試算した。人口10万人以上の都市に落下する確率は7分の1で残骸が落ちた国や、あるいは救助を求める者の,のところに向かわせるための特別チームが待機した。 私たちは、スカイラブはこの地球上のどこかにあるものと推測します。スカイラブ管制官チャールス・エス・ハーラン再突入の数時間前、地上管制は人口密集地帯に落下する危険性を最小限に抑えるべくスカイラブの姿勢を調整した。管制は、再突入が1979年7月11日16時37分頃、 ケープタウンの南南西1 3 0 0トルで開始するよう狙いを定め、空軍は突入の状況を監視できる用国費の追跡システムからのデータを提供した。だが、NASA の計算に4%のミスがあったため、分解は予想したほど早く始まらず、残骸は西オーストラリア州パースの南西に落下した。発見された場所は、 エスペランスとローリンナの中間で、波31度から34度、統計122度から126度、バラドニアの周辺半径130から 150km の地点であった。住民や航空機のパイロットは、大きな残骸が大気圏内で分解した時、色とりどりの花火のような数十もの鉱石が空を横切るのを目撃した。地方公共団体のシュラインオブエスペランスは、 NASA に大使冗談で400ドルの罰金を課した。この罰金は30年間払われることはなかったが、2009年4月にアメリカの路側放送の司会者、スコット・ガーレーが彼の朝の番組の視聴者から寄付を募り、NASA の代理として支払われた。合衆国宇宙、ロケットセンターに展示されている、 大気圏再突入の後に回収されたスカイラブの残骸17歳のスタン・ソーントンはエスペランスの彼の自宅で24個の破片を発見しフィラデルフィアのあるビジネスマンがスタンと彼の両親を呼びガールフレンドをエグザミナー紙の賞金を受け取るサンフランシスコまで飛行機で送り届けた1979年度のミスユニバースは主催者にとっては全くの偶然だったが この数日後の7月20日にパースで開催されることになっており、大会当日には大きな残骸がステージの上に展示された。破片を分析した結果、スカイラブは予想よりもはるかに低い上空10マイルに達するまで分解していなかったことが判明した。スカイラブの後、NASA はスペースシャトルで宇宙に運ばれ、地球に回収される最主要型の機動作業室。 スペースラブに傾注することになった。アメリカの時期宇宙ステーション計画フリーダムは1993年に国際宇宙ステーション計画に統合され、1998年に建設が開始された。シャトル・ミール計画も別に進行し、アメリカの出資により1990年代にスペクトル、プリローダ、ミールドッキングモジュールの各区画が建設された。 スカイラブ5号では、バンスブランド、ウィリアム・ビール・ロワー、ドン・リンドの3名が20日間の短期間の飛行で、科学実験を行い、ロケットを使用して、機体を高い軌道に乗せることが予定されていた。ブランドとリンドは救出船の本搭乗員でもあり、スカイラブを軌道から離脱させるための訓練も受けていた。スカイラブは、実際に打ち上げられたものの他に、 飛行可能な状態にあるバックアップ用の第二の機体が計画中に製造されていた。NASA はこれを2番目のステーションとして1973年5月か、それ以降にスカイラブビーという名称で使用することを考えていたが、結局中止になった。スカイラブをもう一機、またサターン5を使って打ち上げるのは多額の費用がかかることであるため、 その金を代わりにスペースシャトルの開発に使うことが決定されたのである。バックアップ機はワシントン DC の国立航空宇宙博物館に展示されている。飛行士の訓練のために使用された実物大の模型はテキサス州ヒューストンにあるジョンソン宇宙センターの訪問者センターに展示されている。また、アラバマ州ハンツビルの合衆国宇宙。 ロケットセンターにももう一機の実物、大訓練用模型があり、元は室内に展示されていたが、他の展示物のスペースを確保するため、数年間屋外に置かれていた。その後2013年、スカイラブの飛行40周年を記念し、訓練機の起動作業室の部分が修復され、デビッドソンセンターに移された。スカイラブ B は1975年、NASA から 国立航空宇宙博物館に移転された。1976年から同博物館の宇宙ホールで展示されている間、見学者が居住区画の中を歩いて通れる、要軌動実験室部分はわずかに改良が施された。友人のスカイラブの飛行番号はいささか混乱を招くものである。もともとは無人の本体の発射からそれに続く3回の 有人飛行には SL-1 から SL-4 までの番号が与えられていた。有人飛行の準備をしている間、SLM-1 から SLM-3 という、その飛行だけのための異なる計画を持ついくつかの文章が作られた。SL-4 の飛行士、ウィリアム・ポーグは、SL-2 の船長ピート・コンラットに、スカイラブの機長には、 どの計画名を使うべきかを飛行主任に聞いてもらうよう頼み、飛行したちは2から3から4ではなく、1から2から3を使用するように伝えられた。NASA の上層部が、この指示を撤回しようとした時はすでに手遅れで、すべての作業着は製造される1から2から3の機少が、貼られたものが届けられていた。1966年から1974年に、 かけて、スカイラブ計画にかかった費用の総額は22億ドルで、2010年度の貨幣価値に換算すると100億ドルになる。また3人組の飛行士が、トータルで510人日を宇宙で費やし、飛行士の1日あたりのローム単価は2010年度換算で、約2000万ドルになる。一方で現行の国際宇宙ステーションは750万ドルで、ある。ありがとうございます。